はい、田中安全プロレス総帥田中守ですよ。はい、週刊田中安全プロレスですよ。はい、というわけで新しく始めましたよ。始まりましたよ。ね、週刊田中安全プロレス。ね、ここ、最近、と言いますか、もう一応2009年、2008年から、あれですよ、プロレスの、ね、いろいろな団体にお世話になって、2015年ぐらいまで、ちょっと活動をさせていただいたんですけど、ちょっとここ最近何年かはいろいろ家庭の事情とか、あとちょっと体調の関係とか、まあいろいろごだごだありまして、ちょっとあまりこう自由に動けないというところがありましたので、ちょっとプロレスね、参戦することも、あとプロレス観戦することもね、ご無沙汰になってしまってますではありますが、であるにもかかわらず、今日はちょっとプロレスの話題で、行こうかと、はい、思ってますよね。なんすか、一応ですね、プロレスの観戦とかはちょっと全く行けてない状態なんですけど、それでもあれですよ、シュープロモバイルに入ってますので、大体こう世間で、どのようなプロレスの試合が行われていて、今こう、ちょっとこうね、流れがどうなってるかとか知ってますよ、つい先日あれですよ、新日本プロレスで飯塚隆選手が、こう、引退興行ということで、ね、飯塚は、天山と仲直りするのか否かみたいなね、ことやったんですけど、まあ、すごくあれ気になってまして、で先日YouTube で、新日本プロレスの、公式サイトで、公式の YouTube のチャンネルがありまして、そこでハイライトシーンやってたんですけど、いや、あれ見て、こう、なんすかすごい熱いじゃ、まだまだプロレスはこんなに熱いんだと思って、ちょっと感動しましたよ。ね。まあ、ちゃんとこの今放送している YouTube の私のページのところにちょっとリンク貼っておきますので、まだご覧になってない方はぜひご覧になっていただきたいと、いや、思います。はい。ね。というわけですよ。はい。というわけで、ね、トピックスの方は、以上で、今日の本題はですね、あれですよ。最近ちょっと気になってる団体があってですね、どこなのかというと、どの団体なのかというと、東海プロレスですよ。ね。東海プロレス。ね。東海プロレスでは何かという説明させていただきます。ちょっと僕もね、こういう文章にまとめたんですけど。あれですよ。ウィキペディアで見たら、1991年から、活動をされている、社会人プロレスの団体で、結構、もう老舗中の老舗ですよ。ね。はい。で、東海プロレス、私も2005年ぐらいから、ちょいちょい見てはいました。だいたい月に一度の、興行を、されていて、だいたい名古屋の外資ホールという、ところで、ね、されてました。されてます。されてましたって過去形じゃないですか。されてますよ。今でもされてますよ。ね。で、私も2008年から、2013年、ぐらいまで、年に一回、大体年に一回ぐらい、こう、ちょっと参戦させていただいてましたね。はい。まあそういった実際感染をしたこともありますし、あと実際にちょっとリングを上がらさせていただいた団体でもあるんですけど、ここはですね、なんか去年の5月あたりからすごくなんかこう、ちょっと気になることをされていてですね、あれですよ、時々、レジェンドレスラーを、なんか、
呼んできて、レジェンドレスラーが、ビッグゲストとして参戦するということが、去年の5月あたりからなんか、あってですね、ちょっと、ずっと、まあ、気にはなってたんで、ちょっとこれまとめてもらいましたけど、去年の5月の20日、2018年の5月の20日の興行では、ウルトラセブンという、選手がね、上がって、参戦されてるんですよ。ウルトラセブンなんですけど、なんか、すごい昔に、1980年代ぐらいに、そういえば、だから全日本プロレスとかで上がって、なんか、参戦していたなとかいうのを、ちょっと、なんかこう、なんとなく覚えてたんですけど、なんと、ね、この方がまだ、ね、ウィキペディアで調べたら現役で、しかも年齢が62歳で現役という、ね、このウルトラセブン選手が、なんかリングにこう上がられてたんですね。で、これがですね、これたった一回の、もうレジェンドを呼ぶのはこれで終わりなのかなと思ったらですね、次は7月の、15日の興行では、なんとスペルデルフィン選手、ね、元大阪プロレスの、なんか創始者であり、社長であって、今、沖縄プロレスです。海鮮プロレスがされてる、スペルデルフィンが、東海プロレス参戦なんですよ。で、この時ですね、ただ、呼ぶだけじゃなくてですね、試合に出るだけじゃなくて、その後、なんか試合が終わった後に、なんか東海プロレスの、試合会場の近くの喫茶店で、なんかデルフィン師匠と喫茶店トークというなんかイベントがあって、で、そこがなんかこう、参加費が2000円で、で、こう、飲み物代は別途、お支払いくださいみたいな感じで、それでなんかまあ、要するにスペルデルフィンを囲んで、こう、ファンミーティングみたいなやつがあったんですね。で、あれですよ、ね、そんなイベントがあって、ほんで、次、あれですよ、9月の9日に、またウルトラセブン選手が、参戦ですよ。いや、危なかったっすよ。今、隣に、今、駐車場なんですけどね、ここ、とある、某駐車場なんですけど、他に周り車止まってなかったから、誰も、まさか私の近くに、隣に車が止めないだろうと思って、高をくくって、これマスクをして、今収録してたら、思いっきり隣に、車が来てですね。で、ね、来たから、さっとマスクを脱いで、ちょっと普通のふりをしましたけど、完全になんか、覆面かぶったおかしな人が、なんか、ね、運転席で、なんか、まっすぐ正面を向いて、なんかこう、独り言を喋ってるのを、なんか、もう本当、気違いやと思われましたよ。ね、まあいいですよ。はい。はい、というわけで、気を取り直して、どこまで話したんですかね。あれですよ、9月9日にウルトラセブン選手がね、また再び参戦されて、その時はですね、なんと、愛知セブン会という、イベントが、試合後に行われまして、で、これをなんかこれもなんか参加費2000円で、でそれで、なんか、これはなんか喫茶店じゃなくて、なんか会場の、まあ、外資ホールという広い、ところですので、いろんな、こう、まあ、競技場やらホールやらいっぱいあるので、多分そこの中のどっかの、部屋を借りてやったんだと思うんですけど、その時は、なんかスクリーンに試合、なんか、まあ、テレビ画面にこう試合を流しながら、こう、いろいろこう解説しながら、ワイワイと、ね、質問コーナーとかなんかあったらしいですね。ほんで、
あれですね。で、これで、レジェンドはもうこれで終わりかなと思ったら、次はですね、9月30日なんで、グレートサスケ選手が参戦ですよ。ね。で、この時はですね、東海プロレスの、ザ・忍者選手という、選手がおられるんですけど、この人がまあ、本当にグレートサスケに、そっくりのオマージュレスラーなんですよ。ね。ね。なかなかこう空中殺法とかもうバンバンされる方で、私も結構参戦した時に、よく対戦させていただきました。はい。その選手が、なんとこう、ね、サスケ、グレートサスケのオマージュレスラーが、本物のグレートサスケと、ね、こう、一緒にタッグを組んだんだったと思うんですけど、なんか試合をして、その試合の後に、なんとグレートサスケ選手から、公認を受けると。ね。公認を受けて、で、なんか、ちょっと今日、ウィキペディア見てみたら、選手紹介のところに、ザ・忍者選手のところが、なんか、サスケ公認ザ・忍者っていう名前に変わってるんですよ。ね。これ、今でもあれなんですかね。今、されてる試合の中でも、やっぱりこう、入場するときは、サスケ公認ザ・忍者と呼ばれてあるんですかね。で、ね、こういうこともあって、それで、これのすごいところはですね、まあ、よっぽどこの、サスケ公認、グレートサスケ公認というのが、嬉しかったのだと思うんですけど、その後、10月の13日と14日に、名古屋の大須で、大須大道、大道芸人か、町人祭りかなんかこういうのがあって、そこで街中で、大道芸とかを、やるイベントがあるんですけど、その中で毎年東海プロレスが、ね、公園にリングをこう立ててですね、でそれでこう試合をされるというイベントがあるんですけど、その時に、この試合が終わった後に、なんか5時から、ザ・忍者を祝う会ということで、近くの飲食店で、なんかそういう、ザ・忍者を祝う会というのをやったらし、あったらしいんですね。で、これも参加費が1000円で、飲食代はまあ別ということでされたみたいなんですけど、これがですね、驚いたことに、10月の13日に1回行って、で、その翌日の試合後にも、なんか行われたということで、なんと、こう、2日間にわたって、こう、ザ・忍者選手が、お祝いされたというですね、そういう、あれですよ。で、その後ですね、2月の23日、ね、これはターザン山本選手、参戦ということで、で、これ見たときに、ターザン山本選手って、この人は確かプロレスの雑誌の編集者じゃなかったのかなと思って、ちょっと私も気になっていろいろこう、調べてみたら、なんか、プロレスラーとしてデビューをされているんですね。結構高齢なはずなのに。それで結構、もうすでに数試合されていて、で、結構こうね、偉い目に遭ってるということなんですけど、このターザン山本選手のこの貴重な試合が、またこの12月23日で、こうね、名古屋で見れたということですね。で、これもですね、試合の後に、こう、ファンミーティングという形で、参加費2500円で、ね、なんか、イベントあったそうですね。参加費ちょっとなんか、今まで2000円だったのに2500円ちょっと高めですけど、で、この時はなんかいろいろ、プロレスに関して、質問をいろいろ受け付けておられたそうですので、まあ、ね、プロレスの編集者の方から直接こう、プロレスの、この裏を聞くという、なんかそういう、あれだったんですね。で、それで、あれですよ、2019年ね、今年に入っては、2月の17日に、またウルトラセブン選手、登場ですよ。そんで、その日、2月17日に、またその日に、試合を、会場内の個室を借りて、こう、愛知セブン会、ね、また参加費2000円でされてたわけですね。で、一応、まあ、そんな感じなんだけど、その次の、興行は、まあ、3月31日で、まあ、この時は、ウルトラセブン選手とかは来ないんですけど、なんか半蔵選手参戦と書いてありました。ね。というわけで、これの、やっぱすごいところはですね、なかなかと話してしまいましたけど、東海プロレスのですね、なんか、去年から急にこう、レジェンドレスラーを、こう、
ゲストとして、こう、参戦、ゲストとか参戦して、で、参戦しただけでなく、その後、さらに追加料金を払えば、この、もう間近で、ね、そのレジェンドレスラーとお話、何ですか、こう、会食をしながら、こう、ワイワイと楽しいお話もできるというですね、こう貴重な場が、ね、こうね、というわけですよ。ね、こう、あれですよ、こう、レジェンドレスラーってよくこう、東京とかで、大阪とかの大きな、こう、会場の興行で、まあ、ちょいちょい、こう、興行で見れるわけですけど、この東海プロレスのすごいところはですね、東海プロレスでもうちょっとこんなことを言うともう本当に申し訳ないんですけど、お客さんそんなむちゃくちゃ多くないんですよ。本当に、実際会場は結構ね、何百人、300人ぐらい入れそうな会場なんですけど、実際、今ちょっとわかんないですけど、いや、今もそんな変わってないかと思うんですけど、やっぱ何十人単位なんですね。本当にもう30人とか40人とか50人とか、そんなんですので、まあ、ですので、その分やっぱ結構もうなんて言いますか、もう全席が特別リングサイドみたいな感じで、特別リングサイドまで行かないですが、あれですか、今は全席10やですかね、もうほぼほぼもう特別リングサイドで見れますよ。ね。もう2列目、ほぼでなくてももう2列目、3列目とかですね、ものすごい間近でレジェンドレスラーを見れた上に、こう、あれですよ、その後、こういうイベントで、間近で、こう、お話をさせていただけると、ね、こう、直に、こう、お話ができるという、ね、すごいあれですよ。ね。で、これもですね、料金の方がですね、これ、入場料が、東海プロレスの入場料は、まあ、当日だと2500円なんですけど、なんか前日までに、こう、メールを送っておくと、こう、2000円。ね、2000円の入場料と、あと、まあ、イベントがだいたい2000円ぐらいですので、まあ、今4000円。ね。4000円で、レジェンドレスラーの試合を、間近で見て、その後、こう、楽しいトークイベントにも、参加して、直に話せるというですね、4000円で、ね、こう、それだけの、あれですので、ね、これはもう、あれですよ、全然東海プロレス今まで、ご覧になったことがないという方で、レジェンドレスラーに非常に興味があるという方はですね、これ非常に、今、おすすめですよ。ね。ね。おすすめですよって言いながら、私、もう、かれこれ東海プロレス、もう3年ぐらい、ね、3年。いや、もっとか。もう4年ぐらいご無沙汰してます。ね。以前から、ね、参戦はともかくとして、見に行くのは以前から行こう行こうと思って、いつもこれ、ね、去年なんかこれ、グレートサスケ選手参戦、スペルデルビン参戦の時、私本当に見に行きたかったんですけど、これ、両方ともこれ、なんか地元の自治会のなんか用事があって、これ行けなかった、もう非常に悔しい思いをしてましたので、今年こそは、ね、どっかでこう時間を取って行こうと思ってますよ。というわけで、今週は東海プロレスの話だけで、終わってしまいました。まあ、一応これ週に一回ね、こういうのやっていきたいと思いますので、こう、プロレス情報バンバンやっていきたいと思いますよ。ね。というわけで、以上です。それでは、最後にいつものやりますよ。ちょっと誰もいないか、ちょっと周りを確認してから、よし、行きますね。はい。それではいきます。3、2、1、安全第一。